おはようございます。2022年1月9日第二手術礼拝式を始めます。それでは前奏をもちまして備えができれば感謝です。Thank you.
さって、お体に差し支えのない方はお立ちください。賛美歌の66番です。賛美歌の66番です。
罪を許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えは限りなく何時のものまでであり、アーメン。司会者がお祈りをさせていただきます。見よ、暗黒が諸国の民を覆っている。しかしあなた方一人一人の上には主が輝き、主の栄光が現れる。天の父なる神様、過ぎ去りました一日一日、七日の旅路を無事に過ごして、今朝愛する兄弟姉妹たちと共に主をこの礼拝に招いてくださり、共に賛美し、共に祈り、共に御言葉を傾けるこの時を与えてくださいました。主よ、ありがとうございます。願わくはどうか主よ、今朝もあなたの憐れみと恵みをお一人お一人のうちに、また私たち一人一人がそれをいただいて、主よ、これから過ごそうとしておりますところの一日一日を豊かに覚え、祝福してください。主よ、今日のメッセージの取り継いでくださいますところの野町真理牧師を豊かに祝福して用いてください。また主よ、この礼拝の礼拝に来たいと願いながらも、なかなか雑用が、そして体がちょっと障害が起きて、教会に集うことが、礼拝に集うことができない愛する兄弟姉妹たちが覚えますけれども、ね、主よ、どうかあなたの憐れみと恵みは素晴らしく大きいことと信じます。どうか主を共に集い、共に喜び、共に主を愛し合い、祈り合い、そして励まし合う、どうかこの場に加えてくださいますようにお願いいたします。主よ、同じこの時に大きな群れから小さな群れに至るまで、あなたの名によって主を礼拝しているところ、集まっているところには、主よ、あなたの豊かな祝福と恵みがありますように。二人または三人、私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのであると。どうか主よ、今週もあなたの約束である、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共におりますと。主よ、ありがとうございます。それを今朝も信じて、あなたの御言葉を待ちに臨みます。どうか主を御前に集いました、私たち一人一人を覚えて祝福してください。祝福をもって喜びで満たし、約束の聖霊に満たして、主よ、あなたの道を、信仰生活をこれからも一日一日と歩むことができますように、主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。では座ったまま賛美します。賛美歌243番です。賛美歌の243番です。
聖書をの朗読です。今日の聖書の箇所は創世記一章一節、中瀬充さんに朗読をしていただきます。その後天地創造の巻と題しまして、沼地牧師よりメッセージをしていただきます。今日の聖書箇所をお読みいたします。はじめに新海である新海の2010年を読みいたします。はじめに神が天と地を創造した。はじめに神が天と地を創造された。皆さんおはようございます。おはようございます。遠くから近くからようこそおいでくださいました。心より歓迎いたします。神様からの祝福が豊かにありますように。お祈りをいたしましょう。天と地を作られた私たちの作り主である天のお父様、新しい朝をありがとうございます。目に見えるものも目に見えないものも、すべてはあなたが作ってくださり守っていてくださいます。太陽の暖かい光も雨や雪も、また空気も水も、生きていくために豊かに生きていくために必要なすべてのものを主は与えてくださっています。何よりも日々私たちに声をかけ語り続け、そのお優しい御手を持って私たちの人生を導いていてくださることをありがとうございます。神様、あなたを求めてこのところにやってまいりました。主が私たちの心の中をご覧になってくださり、傷のついた道があるかないかを見て、私たちを常しえの道へと、心からの安らぎ平安へと喜びへと導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。人生の旅を聖書とともに、そんなことを掲げて今年1年歩みたいと思っております。人生の旅を聖書とともに、それは人生の旅を聖書の神様と一緒に、そんな風にも言えます。皆さんがイメージする神様という方はどういう方でしょうか。その皆さんのイメージする神様と聖書が語る神様のその違いをぜひ一緒に味わっていけたらと思っております。今日は聖書の一番最初のページの書き出しの部分です。先ほど司会者に続いて聖書朗読の時がありましたが、この主語の御言葉というところをご参照ください。また聖書をお持ちの方はそれぞれ旧約聖書の一番最初の創世記、その最初のページの一章一節を開いていただけたらと思っております。いろんな聖書があります。今私が一番使っているのはこの新改訳2017というものですが、その1年後には聖書教会共同訳、これ2018年に出されました。カトリックとプロテスタントの新しい訳です。さらに英語が好きな方というか英語を読める方はザ・ジーザス・バイブルというのもお勧めいたします。これはニューインターナショナルバージョンを使っているんですけども、とても良いものです。本を読むときにその最初のページを開いて、その書き出しをまず読むと思います。その言葉を今日味わっていきたいんです。本の中の本、
バイブル、聖書と呼ばれている本の書き出しには何が語られているのか。創世記の一章一節、こんな言葉です。はじめに神が天と地を創造された。この言葉です。はじめに神が天と地を創造された。もしこの言葉が嘘だとすれば、この後聖書を読む必要はありませんそして人生は孤独な、虚しい、意味のない、そういうことが続いていくだけになります。夢も希望もないでしょう。でももし初めに神が天と地を創造された、この言葉が本当だったとしたら、全てが全く新しくなります。闇の中に光が差し込んできます。絶望の中に希望の光が差し込んでくるのです。私なんか生まれてこなかった方が良かったのかな、私なんかいない方がいいんでしょう、そういうあなたに、あなたは生きていてよい、あなたはそこにいてほしい、いてくれてありがとう、そういう希望の言葉が、生きる力となる希望の光の言葉が届いてくる。バートランド・ラッセルという無神論者がいました。神なんかいないんだよとずっと言ってた人です。でも晩年に、その人生の最後の時にこんな言葉を語っています。リック・オーレン牧師の書いた人生を導く5つの目的の中に出てきますが、バートランド・ラッセルさんはですね、なぜ私はクリスチャンじゃないのかという本も書いたと思いますけども、晩年にこんなことを言っています。神がおられると仮定しない限り、神がおられると考えない限り、人生の目的を問うことには何の意味もない。神様をずっと否定し続けて生きていたこの方が最後にたどり着いた結論は、やっぱり神様をいないと考えると人生には意味がなくなっちゃう、全てのことには意味がなくなっちゃうという結論だったわけです。でももし神様が、初めに神様がおられて、その神様が天と地を創造されたということであるならば、全てのことには意味があります。意味なんかないんだよ、働くことにも勉強することにも生きていくことにも意味がないんだよということであれば、生きていけなくなります。人間は意味のないことをやり続けることはできません。何かの意味を見つけるからこそ、それを続けることができます。人間はひどい意地悪なことを考えることもあります。いじめる目的でいろんな拷問というひどいことを考える人がいます。一番ひどいのは意味のないことをやり続けさせるということです。旧ソビエトだったでしょうか、バケツを2つ用意します。で、一方には水が入っているんです。で、この右のバケツから左のバケツに水を入れなさい、移しなさい、やります。で、今度は左のバケツから右のバケツに水を入れなさい、ザー、それが終わったら繰り返しなさい、右から左、左から右、ずっと延々と一日中それをやりなさいと言われるんです。皆さんそれができますか。バケツの水を右から左に、左から右に移すことに何の意味があるんでしょうか。何にも意味がありません。その意味のないことをやり続けさせなければいけない、それが一番辛いことです。苦しくて仕方がない。もし生きることに意味を見出せなければ、生きていけないんです。お早く死にたいんです。早くお迎えが来てほしい、早くイエス様が来てほしい、そして自分なんか生まれてこなかった方が良かったということになります。自分がそこに存在している意味がないんですから。しかし、はじめに神が天と地を創造されたと聖書は一番最初に、一番素晴らしい希望のメッセージを語ります。はじめにあなたがではないんです。
はじめに人間がでもありません。人間がはじめではありません。あなたが中心ではありません。あなたが主人公ではないのです。あなたが一番偉いわけではないんです。すべての初めである神様がいらっしゃる。その神様が実は中心であり、神様が主人公なんだよ。その神様を中心にして生き始めるなら、もしもあなたが、あなたを始めとすること、あなたを中心とすることをやめて、天地を創造された神様を始めとし中心としていくならば、全てのことが良い方に動き始めるよ。そんなことを今日分かち合っていけたらと思っています。天と地という言葉が出てきます。天と地。天というのはですね、上を見上げた時に見える全てです。昼間に目を上げると眩しい太陽の光が輝いているでしょう。太陽は朝になると必ず昇ってきて、そして夕方には沈んでいきます。非常に規則正しく動いていきます。そして大空が広がっています。先日のように雪雲のようなものが覆う時もありますが、真っ青な雲一つない快晴、晴れ渡った空もあります。その青い空の青さ、都会の中ではあまり感じることができませんが、少し高い山に行って空を見上げると本当に青いんです。すごく青いです。その空の青さは本当に心を打つものがあります。青空を、大空を作られた神様、雲や雨や雪や虹や風や雷や鳥たちを作られた神様。そして夜に空を見上げると何が見えますか？月が見えますよね。月が満ち欠けしていきます。三日月になったり半月になったり新月になったり満月になったりします。そして星が見えますね。昨日の夜もとっても星が綺麗に瞬いていました。10時ぐらいにですね、この方角でオリオン座が見えます。ちょん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 とオリオン座が出てます。規則正しく順番に動いていきます。そしてあっちが北ですよね。北の方を見ますとカシオペア座と、それから北斗七星、秘策の形をした北斗七星があります。それをトントントンと伸ばしていくと北極星を見つけることもできます。月を作られ、太陽を作られ、星々を作られた方、オリオン座やカシオペアや北斗七星やスバル座や様々な星座を作られた神様、天の川銀河を作られた神様、天にはそのようなものが瞬いております。実に聖書の語る神様というのは、太陽を作られた神様、月を作られた神様、星々を作られた神様、雲や大空を作られた神様というのです。そして地には何が満ちているでしょうか。この地球の上で周りをこうぐるっと見渡すと見えてくるものがいっぱいあります。この杉戸町ではまず見えてくるものは古利根川でしょう。川の流れがあります。川の流れも不思議ですよね。次から次へと新しい水が流れてきて、どん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 水は移り変わっていきます。川の流れをぼーっと見ているととてもいいです。すごく気持ちが落ち着いてきます。また歌にもいろいろあります。川の流れのように、本当に人生は川の流れのように流れ続けております。そしてこの大地、関東平野、あまりに広すぎてなかなか山がない、坂もない。東京とかは結構山とか坂とかあるんですけども、
この辺は本当に平らですよね。微妙にちょっと上がってるかな、ちょっと下がってるかなっていう感じ。ほとんど坂がありませんから、あの線路の上を橋が渡ったりするとき、それはちょっとありますけど、とにかくでもちょっとですね、あっちの北の方、北西の方を見て、北東の方を見ていきますと筑波山が見えます。あっちを見ていきますと富士山が見えます。特に冬場ですね、夕方富士山が見事なシルエットで夕焼けの中に染まっています。山を作られた神様、川を作られた神様、古利根川は昔本流でした。利根川そのもの、坂東太郎そのものでした。山から流れ出てきた水が上流から中流下流へと流れていく、その川の流れを作られた方であります。草原を、森や木を作られた方、そして水の中の生き物、陸上の植物、その全てを作られた方を聖書は神様と呼んでいます。またいろんなリズムを神様は作ってくださいました。まず一日のリズムです。夕があり朝があった、夕があり朝があった、夕があり朝があった。そのように神様は夜があって昼が来る、夜が来たらまた朝が必ず来る、そういうリズムを作ってくださいました。さらにそれが7日続けば1日お休みという、そういうリズムも、1週間のリズムを作ってくださいました。さらにお月さんとか太陽の微妙なこの影響でですね、1ヶ月のリズムを作ってくださいました。海に魚釣りに行ったことはありますかね。私は四国の高知県の生まれですから、よく太平洋に釣り糸を垂れていました。いろんなお魚を釣りました。でも海で釣りをすると満潮とか干潮という言葉がありますね。潮止まりとか上げ潮下げ潮という言葉が出てきます。魚が釣れるのは潮が動いている時です。でもなぜ海の水かさが上がってきたり下がったりするんでしょうか。月の引力ですね。潮の満ち引きはだいたい1日に2回満潮干潮満潮干潮といきます。そしてそれが季節を生み出していきます。春夏秋冬春夏秋冬、春分の日が来て夏至が来て秋分が来て冬至が来る、一年のカレンダーを作ってくださったのがこの聖書の神様であられます。また神様は食べたり薬になる植物をたくさん作ってくれました。種のなる実がなる植物、お米や小麦や小豆や大豆や野菜、人参、セロリ、さまざまなジャガイモやいろんなもの、またフルーツ、実に初めに神が天と地を創造された、その言葉は全ては神様が作ってくださったものですよということであります。人間はいろんなものを神様として祭り上げて祈ったり拝んだりいたします。太陽はお天道様とか西林とか何とかと言われて太陽に手を合わせる人多いですよね。初詣ってやっぱり太陽に手を合わせますよね。初日の出を拝んだりいたします。また月に祈りを捧げる人もいるでしょう。星に願いをかける人もいます。また鳥や海の中の生き物、またさまざまな大きな木とか大きな岩とか、そういうものを神様としてしめ縄を巻いたりいろいろいたします。果てはお魚もそうです。イワシの頭も心身から、イワシの頭のように取りに足らないものでも信じる気持ちがあれば尊いものに見えてくる。イワシ様、イワシ様です。拝みましょう
四国にこんぴらさんというところありますけれども、そこはワニを祀っているんです。バリアありなんですよ。ものすごい階段を登っていかなきゃいけません。でもじっちゃんばっちゃんが一生懸命階段を登って登って登って登ります。ワニを拝むためにそして何よりも神様として祀られているのは私たち人間でありましょう。俺が神様だ、俺を拝めみたいな人が多いですよね。俺の言うことを聞け、俺が一番なんだ、俺が神様だ、俺が中心なんだ、俺の言うことを思い通りに動け、そういう人がたくさんいます。分業をして学問の神様、暗算の神様、なんとかの神様。でも聖書は初めに神が天と地を、そのすべてをお作りになったと語ります。この聖書、時に少し新鮮な響きがあります。例えば創世記のところのこの天地創造の話を今見ていきますと、一区切りついたところでこの神羅万象という言葉が使われるんですよね。この聖書で2章の一節、創世記2章一節を見ますと、こうして天と地、そしてその神羅万象が完成したと、神羅万象という言葉を使っています。ちょっと斬新な素敵な訳だなと思います。とにかく目に見えるものも目に見えないものも神様の作品だよ、偶然に存在してるわけじゃないよ、進化したわけでもないんだよというのです。人間はいろんなものを神様にします。母なる大地とか母なる海とか、いろいろなものを神様にしてそこにお酒を注いだりとか拝みます。でも海を作られた神様、大地を作られた神様いらっしゃいますよ。大地の中にもミミズとか微生物とか栄養分がたくさんあります。それを全て作られた方。そして何より素晴らしいのは、皆さんが偶然に存在しているわけではないということです。あなたは偶然に存在しているわけではありません。アメーバーから進化したわけでもありません。神様が愛するために最高傑作としてあなたをデザインし形作り作ってくださった、そんなことを聖書は語ります。旧約聖書の詩編というところ私好きなんですけども、今日は詩編の139編も開いてみたいと思います。詩編の139編はダビデという方が書いた詩です。賛歌、メロディーがつけられ、伴奏がつけられ、指揮者が出てきて、そして音楽として奏でられていた、そんな歌の一つです。139編はちょっと孫悟空の話に似ています。いや、孫悟空の話はここからヒントを得て作り出されたと思いますけど、詩編139編、そうですね、聖書の中にありとあらゆるアイデアが詰まっています。もともと全ては聖書にあります。聖書はこの天地を作られた神様からのラブレターであり、神様が切々と語るその神の言葉であります。人間が祈る言葉も神様は用いてくださいます。ダビデはある時とっても不思議な感じがしてこんな風に祈り始めたんです。主よ、主よ、あなたは私を探って知っておられますね。あなたは私が座るのも立つのも知っておられますよね。遠くから私の思いを読み取られます。私が歩くのも伏すのも見守り、道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の舌に上る前に、発音する前に、何としよう、あなたは私が今何を喋ろうとしているか、その言葉をすべて知っておられる。あなたは前から後ろから私を取り囲み、
御手を私の上に置かれました。もう360度神様の愛に包まれているというような体験をしたんです。右からも左からも横からも上からも下からも全部神様が私を取り囲んで全てを知られている。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くてお耳もつきません。そして神様からの逃亡を試みます。神様から逃げようとするんです。でも無理でした。私はどこへ行けるでしょう。あなたの御霊から離れてどこへ逃れられるでしょう。あなたの御前を離れて、たとえ私がスペースシャトルで宇宙に出て天に昇っても、そこにあなたはおられ。宇宙飛行士って結構神の存在をもう意識せずにおれなくなるそうですけど、天に昇ってもそこにあなたはおられる。私が読みに徳を設けてもうふてくされて早く死にたい病の中でですね、引きこもっていたとしても、そこでも神様がおられる。そこに私が読みに徳を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買ってジェット機に乗って海の果ての海外に住んでも、そこでもアメリカでもカナダでもヨーロッパでもオーストラリアでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。アジア大陸でも韓国でも中国でもマレーシアでもシンガポールでも至る所で、そこでも神様の御手が私を導く、あなたの右の手が私を捕らえる。よし、神様から逃げたぞと思ったらですね、神様の手のひらの上だったっていう姿ですね。なんか孫悟空がですね、よし、かなり遠くまで行ったぞ、よしよし、ここになんか印をつけてやろうって。そしたらなんかお釈迦様の手の指をになんか書いたっていう話がありますよね。それとかなり似てますけど、これこっちがオリジナルだと思います。どこに逃げても神様の御手の中から抜け出すことができないんです。神様は宇宙を作られた方なんですから、どんなに宇宙旅行ができたとしても、どこに行っても神様はいつでもどこでもそこにおられるんです。いつでも神様の御手が私を支えている、いつでも神様がそこにおられる、そういう神様です。そして全てを知られています。完全に知られています。私が隠れてこそこそ何をしているのか、皆さんが見てないというところで何をしているのか、あまりにも恥ずかしすぎる醜態をさらしているその姿も神様は全てご存知です。なぜそうなのか、ダビデはそこまで何か言葉を紡ぎながらハッと気がついたんです。あ、そうだ、だから神様そうなんですねと腑に落ちた。139編の13節がそれです。あ、そうです主よ、あなたこそ私の内臓を五臓六腑を作り、心臓を肺を食道を胃を腸を作ってください、肝臓を腎臓をいろんなものを作ってください。お母さんのお腹の中で私を組み立てられた方です。そうです、実に聖書の神様はあなたのお母さんのお腹を曲がりして、そしてあなたをその中で組み立てたんです。これが聖書の神様です。あなたのデザイナーでありメーカーさんでありクリエイター、あなたの作り主さんであられるんです。子供を作るという表現が日本語にありますが、本当の意味で子供を作ることができるのは天地を作られた神様だけです。人間はいいし、どんなに頑張っても子供を作ることできません。お腹の中にどうやって赤ちゃんが宿るんですか、そしてその赤ちゃんがどうやって大きくなっていくんですか。お母さん何もしてません。ただ適当に食べて休んで適度に運動して、それだけですよ、お母さんできること。まあ、なんか病気にならないように気をつけたりとかですね、あんまり無理しないようにということはしますよね。
でもお腹の中の赤ちゃんはお母さんが育ててるわけではありません。で、生まれへその緒というものでつながっていますが、神様は本当にものすごい細やかな設計をしてくださいました。赤ちゃんの血液とお母さんの血液が混ざったら死にますから、そうならないようにその最大へその緒で上手にやり取りしてるんですよ。酸素とか栄養とか。あなたこそ私の内臓を作ってくださった、お母さんのお腹の中で私を組み立てられたメーカーさん、だから私のことを隅から隅まで完全に知られていて、そしてどこに行ってもいつもその手のひらの中で私を支えていてください。私は感謝します。本当にありがたいことです。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が隠れたところで作られ、地の深いところで織り上げられたとき、私の 骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目はお腹の中にいる小さな私を見られ、そしてあなたの書物に全てが記されました。私が生まれてくる前に、誕生日を迎える前、十月十日、ナインマンス、お母ちゃんのお腹の中にいる時から、神様は私を愛するために作ってくださった。はじめに神があなたを作ったんです。今日一冊の本もぜひご紹介したいと思います。奥田智志先生ってご存知ですかね。だいぶ前からホームレスの働きを、本当に路上生活をしている方々に本当に愛の手を差し伸べてご奉仕されている先生ですけれども、実は牧師さんなんですよね。で、最近出た本ですが、ユダヤは帰れというコロナ時代に聖書を読むという本、これメッセージのものですが出ていきます。若松イエスケさんはこう語っています。言葉は光である。この本を読んでそう思った。コロナ禍で一層鮮明となった人々を孤立させ弱者を排除する世界に、著者は聖書の言葉を対峙し、福音の告げる希望を通してポストコロナの新たな世界を展望する、待望の著者初の説教集。とても素晴らしい本ですが、人であり続けるためにという創世記のメッセージのところから、もう最後のところだけちょっと一番おいしいところをご紹介します。話を戻します。では人はなぜ最後に創造されたのか。人間は最後に作られたんです。太陽を作り、海と陸を分け、植物を作り、動物を作り、全てのものを作った後に最後に人間が作られます。なぜそうだったのか。私はこう思います。人が最後に創造されたのは最後でなければならなかったからだ。最後の最後でないと人は生きていけないからだ。別に偉かったわけではない、特別な存在だったからでもありません。人が最後に創造されなければならなかったのは、人が生きるためにはそれ以前に創造された全てが必要だったからです。太陽の光必要です。水も必要です。食べるものも必要です。空気も必要です。神様は人が生きていくために必要な全てを作った後で、最後に人間がそこで豊かに幸せに生きていけるように最後に人間を作ってくださる。太陽も大地も海も草木も動物も全てが揃っていないと人は生きていけない。人は弱い。人が一人でいるのは良くないというのはそういうことです。神が作られた全てのものから力を借りて人は生きている。偉いだの支配者だのと思い違いをしてはいけません。事実は真逆。
誰かに助けてもらわなければならないのが人間でした。このように人が非自立的存在であるからこそ、神は創造の順番を最後にするしかなかった。人間は生きているのではなく生かされているということがよくわかる。そうなんです。私も思い違いをしていました。俺は自分の力で生きてるんだ、俺は自分の力で生きてるんだ、神なんかいなくても生きていける。でも違いました。全く真逆でした。神様に命作られて生きていくために必要なものすべて与えてもらって生かされているんです。はじめに神が天と地を創造されました。だからあなたは意味のない偶然に存在している、そういうものではありません。神様は目的を持って意味を込めてあなたをデザインしてくださいました。もしあなたが神様をはじめとし始めるならば、自分をはじめとすることをやめて天地創造の神様をはじめとするならば、全てのことが良い方に動き始めるでしょう。自己中心から神様中心への生き方、俺が一番偉い、そうではない、神様が一番偉いんだ、神様がいないと存在すらできない、息することさえできない。神様は本当に素晴らしい方であられます。ロシアのアンドレイ・ビトフさんという方がいらっしゃっているんですが、無神論の共産主義の中で育った方です。こんなエピソードが記されています。それはある物寂しい陰鬱な日のことでした。神の存在が彼の心を捉えたのです。彼は当時のことを次のように回想しています。当時私は27歳だった。レニングラード、今のサンクトペテルブルグで地下鉄に乗っていたんですが、落ち込む気持ちがあまりにもひどく、人生が突然ストップしてしまった、そういうふうに感じていました。俺の人生止まっちゃった。将来などあってないようなものでしたし、人生に何の意味も見出せずにいたのです。すると突然、何の前触れもなく、神がおられないなら人生には何の意味もないという言葉が現れたのです。驚きながらその言葉を頭の中で繰り返しているうちに、私はその言葉に乗ってあたかもエスカレーターを登っていくかのように地下鉄を出て神の光に向かって歩き出していたのです。神様はおられます。ぜひ天地創造の神様、あなたの作り主になる神様と新しい年を歩み始めていただけたらと願います。それぞれご自分の言葉で祈る時を持っていただけたらと思います。神様すべてご存知ですから、正直な飾らない言葉で祈ることを、それが一番素敵な祈りかと思います。それぞれ祈りの時を持ちましょう。
はじめに神が天と地を創造された、この言葉から聖書が始まりました。はじめにおられたのは神様です。私ではありません。そしてあなたこそお母さんのお腹の中で私を組み立ててくださった作り主なる方です。生きていくために必要なすべてをあなたは惜しみなく与え続け、愛するがゆえに私でしかできないことをさせるために生かし用いようとしてくださっています。三浦絢子さんは言いました。神様は不必要な人間を作るほど愚かではないと。そうです、神様はいらない人を作ることをそれほど馬鹿ではありません。みんな必要とされて生まれてきて生かされています。信仰を持っていない人の上にも太陽を昇らせ、雨を降らせ、また豊かに愛を注いでいてくださいます。神様、この天と地を創造された神様と共に全く新しい人生を歩み始めることができますように。それでも私を中心にして世界が回っていると考えるのではなく、世界は神様を中心として動いているなら、そのことを認めていくときに人生が本当に大きく良い方に回り始めます。どうぞしよう。そのようにして私たちの新しい年の歩みがますます希望に満ちた、喜びに満ちた、また生きる力に満ちた一年となりますように導いてください。世界ではオミクロンという新しいコロナの感染者が増えております。日本においても増えております。どうぞ神様、続けて守ってくださることをお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。